りますか？大丈夫ですか？あとで私調整します。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。クリスタルレインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月明かりへようこそ。北町エレガント怪人ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2018年2月12日マンデーナイト21時オープン。今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。本家クリスタルの始まりです。大人が輝かなくてどうする。ここは大人の本気祭り、楽しんだ方がいいに決まってる、踊らんにゃソンソンクリスタル。はい、ご苦労様。ありがとうございます。だいぶ抜け足立ってるよね。二人でちょうどいい感じ。一人ずつだとお世話が大変。本当だよね。ペアにしてもらおうかね、これからね。かもしれないですね。今日はオープニングすぐあるよ。はい。諸事情は分かってるだろうね。はい。はい。はい。いやー、みんな浮き足立ってるぞ。はい。そして見てこら、いつもになくいっぱい。ねえ、寒い中ありがとうございます。あ、もしかして私たちが人気者になったってそんなわけないじゃん。おいおいやだね、ネタだね。やめましょう、これ昭和丸出しです今ね。いいのいいの、本日昭和地区だから。あ、そうですね。平成を入れ、あ、平成いた。へい、つまみ出すぞ。楽しみにしておりました。昭和いいよね。はい、その人気者の方がね、はい、こうやっていい感じで、みんな落ち着け。はい。どこかざわざわしてるよね。いつもこんなだったらやる気がすごく出るのにね。本当ですね。いつもカイロあげるから来て。ぜひ。カイロぐらいなら買ってあげる。イエーイ。イエーイ。ありがとう。さあ今日はね。はい。まあ大体2月が、うん、師匠うちのね。はい。港師匠。みんなついていることを勝手に決めちゃってね、押しかけてね、押しかけ弟子だったり、押しかけミュージシャンだったりね、はい、ついていくぜって、ね、お世話になっております、はいはい、今日はスペシャルのスペシャル、うん、まあ始めようか。すごいですね、聞いてしまう。言い残すことはない、大丈夫。ないです。もう出ないかもしれないけど。いや全然いいです、僕は、ね、クロールしてるだけだから、はいはい、いいかな、この場に入れるだけでも。あ、本当よかった、はい、じゃあ行くよ、はい、どこから聞いても楽しめるクリスタル、It's showtime! あ、もう聞いちゃおう、聞いちゃおう。さあ皆さんお待たせいたしました、ご紹介ました。ご紹介いたしました。まずはじゃあ、我がボスの港武さん、はい、こんばんは、はい、こんばんは、どうぞ、ありがとうございます。そして原田真嗣さんです、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いい声ですね。いい声ですね。素晴らしいですね。もうこの最初のキャッってとこからね。キャッって最初だってキャッって入るじゃない。そうね、夜の番組ですね。え、そんな感じで進めます。いやちょっとなんかさっき、あれどういう番組だろうと思って聞いて、いい声じゃないかと思って、そういうことじゃないんですね。これ当時の声ですか。これは、あ、これですね。あ、これは当時の声ですよ。大人になってから、これはですね、子供の時の声ですね。そうですか、はい。まだ大人になってないですね。今わかりました。いや、わかりました。いや、だいたい師匠が大人になりきれてないまま、じじいになった。まあ、ちょっと弟子からは言えないんですけど、ご本人曰く、大人になってないまま、
年を重ねた。それはやっぱり若さを常にキープされてるってことじゃないですか。ね、そ若い人たちとして。その仲間なんか。僕はもうね、本当になんか前しか見てなくてですね。本当に40年経ったのを忘れてるぐらいの状況ですから、本当に。あ、そうね。40年のパーティー出させていただいて。ありがとうございました。今日もその時来てる方は来てるのかな。たくさん来てて、本当に。もちろん優しくしていただいて。ありがとうございます。ね、皆さん寒いのにね。カイロ、カイロは把握しましたので。ね、マイナス10度？あ、そうなの？本当に。決まってそんな寒いんですか？今日が冬だから寒いの。でもすんばり今日はひどくない。そうですね、最高にひどい日だったもんね。だって雪が降ってたもの ね、まあ、ね帰れないかもしれないから急ごうとか言って言って。そうそう、いや、ね、ありがたいです。本当にありがとうございます。みなとさんのおかげで、本当です。本当にすいませんね、いつもお金になってない仕事ばっかり。いやいやいや、何をおっしゃってるんですか。とんでもないです。もう昔からみなとさんに本当にね、番組に寄与していただいて。初めて会った時って10代ですか？19だな。19か。クライシスの、はい、デビューの時の収録ですね。じゃあデビューしてすぐですね。そうですね。可愛らしい子のモジ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 の時ですね。今日はちょっと違うカツラで来てますね。先生も。分かったのあれ。後ろにも、ね、かっこいいポスターが、あ、うん、これでしょ、その時って。このあ、そうあ、ちょっと、わざとじゃないんですよ。知ってますよ。これではないですけどね。まあ、今のアフロヘアを指して皆さんに、ね、言っていただいてるんです。あの時のこのトリトリは、天然パーマだったんですか？違うんですよ。あ、違うんだ。このような状態で直毛なんですよ。はい、それを。じゃあデビューにあたりイメージとして、そうですね、こうウェーブをかけてて伸ばしたかったんですが、うん、まあそれがちょっと髪を短くしたりしまして、うん、こうなんか、はい、とにかくなんかデビューの時の衝撃的でしたよね。鮮烈でしたよね。すごい、本当にもうすごかったよ。歌謡言っちゃあれだけど、歌謡曲こんなになっちゃうの、音楽業界と思ったところに、おやみたいな、うん、それちょっと説明して、ロジックが少しあるんですけど、はい、うん、1967年くらいから、まあ、そういう仕事やってるじゃない。その時フォークセダースとかハッピーエンドとか、うん、でフォークだと岡林信康さんとか、うんうん、去年亡くなった遠藤健二君とか、うん、加賀亮さんとか、まあ、ディランの影響を受けた人も出てきて、うん、でロックの人も出てきて、うん、でだんだん時代ってユーミンとかでニューミュージックになって、うん、それで1978年3曲一発に出てきた時に、うん、まず声がいい、圧倒的に声がいい、うん、メロディーがしっかりしてる、うん、でピアノとか楽器がうまい。泣いちゃう。ダメダメ、それジャンル分けすると今 J-POP って言うけど、 J-POP ちょっとインチキが少しいっぱいあるけど、ポップミュージックの最初のアーティストです。ポップミュージックっていうのはロックをポピュラリティを持たしたものをポップミュージックって言うんです。だからロックってさ、反体制だったりし、メッセージだったりそういうことあったりする、まあ、ドラッグ、セックス、暴力っていうのもありましたけど、それを一般的にポピュラリティを持ったロックを進化させたのがポップミュージックで第一人者、うん、でもう一つその時にコラボレーションっていうのが流行ってたね、うん、コラボ、うん、今言いますね。1978年のデビューの時のあの彼がデビューした3作はコラボの最初、そうだって、少年だったわけじゃない、18歳で広島だから、で歌とメロディーをやって担当して、歌詞はハッピーエンドのこの間主人公賞も取った松本隆選手が書いたという、これが素晴らしいコラボレーション。インチキコラボレーションとは全然違う、本物ど本物ど本物と最近コラボって言うじゃない、うん、利益目的みたいな形のやつ多いからさ、でそうやって売れちゃうみたいな、その時の反応クリエイティブな作品ができたのでもびっくりして、その時素晴らしいってことです。びっくりしたことです。こんなにお茶目になっちゃって真面目に聞いてるのに前で
一生懸命聞いてるのに。そう、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 すぐ照れてしまうんですよね。でなおかつどんどんさっきも言ったように、うん、進化していく、よりこうロックっぽさが強くなってきてるんですかな。そうですね、うん、あの外人のベースの人だけ、はい、素晴らしい、まさにね。そうですね、もういい、いいバンドです、本当に、ね。もうロックをやりたかったんですけど、やっぱり時代がまあなんとしたらとにかくテレビを使ってプロモートするということになったんですね。で、まあ、曲をデビュー曲を選択するときもですね、なかなか決まらなくて、で、まあ、どうもそのスタッフ的にはアイドル的な方向にですね、こうどうも引っ張られて、だって見た目が可愛かった。過去に、ちょっと待って、いや、過去でいいですか、いいですか、可愛かった本当に可愛い、可愛かった本当に、すみません、今こんなになってしまいました本当に申し訳ないです、もう王子様と呼ばれてたのが今はおじい様に感じられてしまいました、まあ、本当少女漫画の出てくるおじい様よね、びっくりたまえるよね。そうで、上手だからそのギャップ感がね、まあ、でも本当にもっとちょっとロック色の強いものをやる予定だったんですが、やっぱりまあこうレコード会社の意向やそういうところがありましてね、だからやっぱりテレビに出た時にそういうアイドル的な置き方をしたことが、その時がやっぱ嬉しい反面、なんかこう悩みながらどうやって修正していけばいいのかなっていうのをすごい考えながらやってました。その後悩んでたもんね、あまり売れてきちゃった人、ね、そうですね、キャンディーですね、さっき聞いていただいてましたけど、キャンディーアラビア目覚めてよって言ったと、その後シーンジェーっていう掛け声がね今外でも聞こえてましたけど、ね、そうなんですよ、もう条件反射になってますからねそうなんですよね。まあでもやっぱり最初は苦手だったんですかね、だんだんやっぱり30年ぐらい経ってくると、あれ信じが足りないなと思ってそれからですね、急にやっぱりそのおかわりを求めてるように、そうなんですよ、でここ12、3年海外のツアーですとか、うん、海外でのライブをいろいろやるんですが、うん、英語圏はもちろんですが、スペイン語圏でも信じって呼んでもらえるようにしてるんですよ、言いやすいっていうのもあるな、信じは言いやすいかもしれない、本当にね、それですから今僕はやっぱりアイドル路線に舵を切ってると思う。戻ります？そうですね、2年テレビに出まくってたんですよ、その時は完全なアイドルだったんですが、それからパタッとテレビに出なくなってコンサート中止になったんですよ、その時から地下活動に入ったんですよ、で今の地下アイドルの元祖なんですよ僕が、はい、真面目な話ですよ、地下アイドルですねなんか止めてでもさ、その時のその当時さ、セロワ君とかさ、チャオもそうだけどさ、みんなその浦線のところにみんな通う的にテレビ出て、みんなロックに転向してったよね、その後はみんな、まあ やってたんですけど、その時から そうなんだけど、やってるんですけど一曲ヒットしちゃってるからね、みんな。そうですね、だから僕デビューがティーンズブルースっていう曲なんですが、それもやっぱり実際にレコードになったのはすごくライトな感じなんですよね。ところがその10ヶ月後のそのコンサートツアーで、まあ武道館でいきなりバーンとどういうことやりたいかって見せたんですが、目いっぱいロックなんですよ、ティーンズブルースが。だからやっぱりなんか鬱憤が溜まってたんでしょうね、本当に。この間このライブでも最後女の子のバンドでね、やった時は。ああ いいね、いいノリだったね、ありがとうございます。あの皆さんのね、ちょっとイベントに、ケンズブルースで、そこのバンドとのコラボがあったんですけど、すごく面白かったですね、盛り上がりました、本当に。じゃあもう芯に流れてるのは ロックなんですね。ロックですね、やっぱりその、まあ松本隆さんということをね、さっき歌詞の件で言っていただいたんですが、僕はもちろん歌詞を書いてるんですが、使ってもらえないんですよ、あまりにもその社会派なんですね、僕が言いたいことはもう最初からあって、
広島生まれで、そのやっぱり音楽でこう優しい思いとかそういうのがこう、まあ人に届けたいっていうのがあったんですね。そ、まあそこで気持ちが優しい方向に向くことで、そういう人たちが増えてくると本当にコミュニティが平和になっていくんですよ。そうなんですよ。だからそれがやっぱり大テーマとしてあって、だからでもね、やっぱり拙い言葉しかないんですよ、まだその当時ですね。でまあ、総さん書いていただいて、やっぱりこう若者の苦悩みたいなところはジェームス・ディーンっていう言葉でポンって出てきたりとかさ、そういうのすごいなと思って、ね、そうなんですよ、名前が出てくるだけでね。あの人小説も大好きだし、あ、まあ、チャンドラーとか、うん、アメリカのハードボイルドとかよく知ったりし、チャンドラーですね、そうですね、うん、いやだからでもやっぱりそういう形であの入っていただいたことが僕にはすごくやっぱり大きな収入になりました。だから今この流れだとボートフォーピースでしたっけ、はい、あれの流れでちょっと聞いてもらっちゃった方がいいくんない。あ、そうですね、社会的な話っていうで現在活動してるやつがあるから、それをできる間に合う、タイムさんね、さっきのやつメッセージですよね、新人ね、はい、そうそうそう、最近、はい、まああのずっと最初からのテーマで、あのやっぱりこう平和発信をですね、音楽でいかにできるかっていう、まあそれどんどん広がって、それが鎮守の森っていうコンセプトがあるんですが、そういう神社から発信するものですとか、いろんなことにこう広がっていったんですが、あのニューヨークでほぼ毎年のようにあのピースコンサートを実はやってるんですね。これ広島長崎の原爆に合わせたイベントをやってるんですよ。毎年やってます。でもう12年目ですよね、今年は。9-11 も合わせてやってた年があるんですが、でまあ、そこからちょっと国連とのつながりができたりとかして、まあ、本当にちょっと対談的には今になってきてます、まあ、今出ます。はい、じゃあメッセージで聞いていただいていいですか。はい、あ、なんかまた変なボタンを押してしまった。困りますね、IT スキルが本当に。メッセージがね、ちょうどホームページで、僕なんかもさ、うん、まあ、エルビスから入ってくるとディラン、ビートルズが来ちゃってるから、それ社会的なメッセージとかポリティカルなことをやるアーチとか大好きなんだけど、この国には政治的なことを歌いすると売れないとかやばいとかっていうリミッターがかかるアーチが多いんで、特に大丈夫です。僕が出た時はそうでしたね。ね、そのまあ、フォークからそういう、まあ、ちょっと違う感じで、まあ、アイドル路線で出てるしね。アイドルの方々はほらそういうことしないで、やっぱり可愛らしくとか、うん、ね、だからね、ぶつかってることが多かったですよ、本当に。本当にしたいこととね、初めてのテレビ出演とかでアーティストの原田真二さんって言っちゃってね、言っちゃった。今は誰でもアーティストじゃないですか。あ、そうだね。その当時はあの新人はチャ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 ってみんな出てくるんですよ。そこでアーティストの話ですって言っちゃったもんですからね、大変なことになりました。怒られましたね。これマイク通していいんですよね。はい、こんにちは、音楽家の原田真二です。あなたの平和に賛成の投票をお待ちしています。民族、宗教、国の垣根を越えて地球の市民として破壊や殺人は直ちにやめ、とにかく世界に平和を望むというあなたの強い気持ちで投票をお願いします。ありがとうございます。どういうことかっていうとですね、あの、まあ、ピースコンサートをこう世界中でいろいろとやってるんですけども、あの同時に、まあ、ネット上でですね、あの平和投票っていうことを始めてみようと思ったんですね。もう2年以上経ってるんですが、まだ Facebook 上だけなんですけども、あのそれで Vote for Peace という Vote ですね、投票するってことなんですが、で世界中にこうキャンペーンして平和がいいと、平和賛成だっていう人は1票入れてもらうという、そういう試みなんですね。すると世界にどれだけの人が平和を望んでるか、1票1つの端末から1回という形にしようとしてるんですが、投票してもらうと、まあ、数字がどん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 上がってくると、それが例えば1億になって、2億になって、35億になったりとかしてですね、本当は70億になることが理想なんですが、それはちょっと不可能なことなんだとは思うんですよ。ただね、1億になった時にそれは SNS としてのベースがあるわけですから、とてつもないやっぱり大きな力が出てくるはずなんですよ。ありますね。
で、そういう試みを、で、一般の人が、あの、ワンクリックするだけで、その平和をもしかして作れる、その一人になれるかもしれないという、そういう試みなんです。誰にでもできますね。そうなんです。で、結局ね、誰かが、なんか政治とか宗教と、まあ宗教は今特に問題になってますけども、そういう大きな力で無理やり流されることでは、やっぱり平和にならないんですよ。70億の心があって魂があるわけですよね。でみんながやっぱりあの共存しようとか、人のために何ができるかっていう優しい思いを持ってくる。だから心のベクトルがそっちに向いていかないとダメなんですよ。だからそこには音楽がとっても有効だし、また普通の方がちょっと何か自分の場所で、直接関係しなくてもいいんですよ。例えばご飯を残さないにしましょうとか、ゴミの分別をしましょうとか、そういうちょっとした優しさのアクションを起こすことが周辺に大きな影響を与えていくわけですよね。だから一人の人の力がいかに大きいか、まあそれをちょっと試してみようというのが、まあ Vote for Peace の、まあ、ちょっと試みなんですね。特に最近のね、北朝鮮の問題もあるしね、まあ、あのオリンピックのあって揉めてるし、はい、やっぱりみんながもだから、うんね、ラブ&ピースアゲインの時代なんでね、どう考えても抜かないんじゃダメですよ ね、 すね、うん、ね、何もしないはもちろんですじゃなくて何か、行動しないと自分は何にもその力ないよとか言う人ほとんどなんですが、僕はその全く逆だと思うんですよ。普通の人がちょっとした行動で本当に世界に影響する可能性だって絶対あるわけですよね。だからなんかそこをもう一回見直してもらって、ワンステップこう踏み出していただきたいというのが、まあ、そうなんです。で、それロックポップミュージシャンのアーティストです。それをまあもう40年ずっとやり続けてるわけなんですが、でも方法論がすごいこう見えてきてるところもあって、まあどうやったら届けられるかっていうなんか手応えが、まあ特に海外でのライブをやってた時の手応えっていうのはすごいあるんですね。だからなんかこう分かってきたようなところもあるんで、もっとこれを加速していきたいなという思いです、ね、なんか私たちもこういう現場があるので、ぜひお手伝いしてください。いやもう本当にメディアの力は本当に大きいですから、それをポジティブな方向に使えたらどんなにか素晴らしいですよね、はい、よろしくお願いします。 NHK で声がらしいです、FM で言ったら今やめないでくれっていう、NHK の悪口ではないけど、そういう可能性あるから、こういう自由な個人的なところの発信の方が全部届くわけじゃない。そうですね、いいと届かないと意味がないですからね。今度ポップな曲いこうか。そうですね、じゃあ行きましょうかね。ちょっと写真撮りましょう。ピース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 
よ。出てこない。出てこない。なんで、なんで、すごいですね。こういうことってあるのね。この間やった時はどうだったかよ。デビューのアルバムですか。そうです。あ、やっぱりお店の人嘘言ってなかった。はい、ほら、いいだろう。なんかレベルが遠くに。どうしたんでしょう。すごくリハーサルしたの。見て、可愛かった時の。どっか切れてるってことね。見てるってもう一回。いや、今それどころじゃないですか。可愛かった時のです。見て、可愛い。これさ、話ぐるんと戻るけどさ、はい、あなたのことをさ、一等最初に素晴らしいって気がついた人って誰なの？大昔の話だと思うんですよ。自分が知ってるのかな？でも自分の人はしか分かってるけど、15か14だか分かんないけど、まず、フォーライフレコードのオーディションにオリジナルのテープを送った、多重録音したオリジナル曲を送ったんですよ。それいくつで？17ですね。あ、なんだね。はい。で、修学旅行もなんか間に合わないから休んで作ったんですね。はい、そしたら3日後にいきなり電話かかってきて、それでちょっと会いたいからっていうことになった。はい、まあ、その時、やっぱディレクターとかですかね。あ、なるほどね。そこは地元ではその仲間たちにはとか学校とかそういう友達にはも認められてた。ちょっとじゃ、認められてたっていうことではないんですよ。ただバンドをやってましたんで、うん、で、学園祭とかにやっぱりすごい来てくれたりとか、はいはい、それなりに知ってはもらってたんだろうと思うんですね。最初からこう、変な言い方、最初からこういう状態だったんですか？そうですね、これを Feel Happy っていうファーストアルバムのジャケットをね、うん、なんかだからまあこういう生活をいつもやっぱり幼少の頃からしてきましたですね。やっぱり羊が7人ぐらいめーみたいな、それ。すみません。だけど国民だからさ、もうバレンタインにはもうちょっとだけどさ、ね、はい、一番大きくて何個ぐらい？そうですね、100個ぐらい。やっぱダンプカーで27トンぐらい。そこまではないけど、でもトラックでしょ、昔のアイドルさんは。ですよ ね、 なんか。いや、アイドルのだったらそうだけど、その学生たちの頃だって周りの学校さん。その当時、それまだシステムあんまりなかった。バレンタインデーっていうのがそれほどまだ。あ、そうか、チョコレート業界の、ね、仕業だったね。そうだ、そうだ、ちょっと手作りで本当に好きな人にぐらいがちょっと始まった。いやー、本当に聞いたことなかったですね。そうですか、うん、そうだね、途中からチョコレート業界の仕業だからな。あれ、ダメな感じなの？ちょっと、こちらで微調整が必要なのかなって言われたね。エンディングで間に合えば。ね、せっかく可愛いプレイヤーですもんね、これ。いや、この間聞いたらさ、結構いい音した。あ、そうなんジャズの猫だから。あ、これスピーカーですか、棒についてるの。そうなんだ。そうそうそう。まあ、素敵。本当。エッサホッサ。何が、あ、上がっちゃったんだよ、プレイヤーが。信じたんだ。業務連絡、業務連絡。姉ちゃん来てください。キャーッ。父さん、絶対起きないことが起きるんだから、生放送はね。いいよ。面白いってあれじゃない。面白いってあれじゃない。昔さ、アナログだったじゃない、生放送でやっててさ、アシスタントが落とすじゃない、ゴミがついてての見えてたの、で、取ろうとってふーっと吹いたらさ、ズズズズなっちゃうよね。すごい大変なことだよ。いや、だからアナウンサーにしてくれさ、事情説明して、その上から1円玉乗っけ出したけど、みんなあのところ上に落とせましたよね。1円玉乗せた。セロテープで貼ってたんですよ。要は軽すぎるからでしょ。そう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 。5円とか10円とか多すぎるやん。1円玉ちょっといい。1円玉でもだいぶ変わりそうだけど。でもあなたの小さい時はだってアナログでしたと。あれです、もちろん。だって78年は俺がアナログだから。77年ですよ、僕ね。77年。はい。そうかそうか。そうなんですよ。10月の25日だったんですけどね。いや、でも僕がずっと辿ってきたこの40年間は、アナログからデジタルに変わっていく過程があったんですね。その時にやっぱりすごく、まあ、やっぱ機材がどんどん変わっていくし、あとまあコンピューターも
どんどん進化していって自分でこう作り上げていくような方向になってくるし、今機械で作るでしょ。機械で作るというか曲を作ること自体は頭の中で組み立てるんですけど、録音の方法ですよね。それがもう簡単に誰でもデジタルを使いこなせる。だから録音方法でプロアマの差はないんですが、あとはやっぱりそのどう活かせるかですよね。だからいくら AI が進化しても心の感情とか感受性は AI には絶対できないよ。本当に将棋ぐらいは勝つけどね、AI が。囲碁はまだそのもっと量が多いから、まだ人間が負けるけどさ、AI に。いやいやいや、そうですね。やっぱり生の、ね、やっぱり生のハート。リアルなものの方がいいよね、どう考えてみて。そうですね。でもなんでさ、日本のアーティストってさ、さっき言ったの、ポリティックスのこととか、宗教とかさ、アンチ権力みたいなのテーマやんないのかね、誰もね。全くそれはよくわからないんですけどね。でもやっぱり、売り上げの問題かな、結局は。日本の社会環境がすごくまあもちろん戦後の話だと思いますが、すごくもちろん民主主義なんですけども、社会主義に近いようなね、やっぱり統制管理がされてる、最高の社会主義だっていうね、日本が。だからあんまりそういうところに恐怖を感じたりとかしなくても生きていけるっていう状況がある。まあそれをヘアボケと呼ぶ人もいますけども、そうか、時間がないんだ。そうなんですね。でも世界に目を転じてみると、やっぱり僕らは生きてる最大枠はやっぱ地球じゃないですか。そこがちゃんとハーモニーができてない限り、いつ何時、まあそういうことが吹き返ってくるか。どこかが必ずバランスが崩れてるんだからね。そうなんですよ。今まさにそういう状況だし、そうですよね。去年から今年にかけて本当に緊張のある状態ですよね。だから今こそやっぱり、だと思うよ、はい、今こそだと思うよ。本当に今こそね、やっぱり普通の方のちょっとした優しさなんですよ、キーワードはね。おっ、やりましたね。あ、先ほどからアナログがいよいよ目が見えないから、ずれてこれの目が見えない老眼出ちゃった。来たぞ、どうぞ。おお、これで、これ向こうにも出てるの。そうですね、ビギニング。
1977年。そうですね。スタジオどこだったこれ。これはエピキュラス。渋谷。はい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 。山の、ね、山のスタジオだった。はいはいはい。アレンジャーはどうだった。あの僕は基本的にやってるんですが、あのこの曲に関しては瀬尾さんが弦を。瀬尾君がやった。はい。さっきのビギニングから最初のあたりは僕のストリングスなんですよ。ああ、そうかそうか。それやらせてもらえたんですよ。ああ、すごいね。うん、だから本当にラッキーです。デビュー作でストレンジやってるんですね。そうなんですよ。だから全く僕はクラシックやってないんで、まあ本当を試してみるようなチャンスをいっぱいいただけて。だからプロデューサー資質も。あのね、ちょっと古い話だけど、ショコタン、中川翔子ちゃんのお父さんの中川勝彦っていうのを NHK にいながらちょっとね、プロデュースしてた時に、はい、C 曲、雨の動物園っていう、すっごい名曲、ショコタン、その曲だけお父さんの曲歌ってる、彼女、覚えてる？面白いです、いい曲だね、でね、ありがとうございます、ね、声が若いから。可愛い、どうしんじ。そうね、ちょっとシュークリームみたいなとかね、食べたくなっちゃう顔だよね。食べたくなっちゃう顔。さっきのイチゴじゃないですか。イチゴみたいな顔してる。美味しいイチゴ。美味しいイチゴ。いいよ。LP の時代が来ないかなって話をしてるんですよ。でもね、アメリカとかヨーロッパは 25% ぐらいやってますよね、やってる、はい、CD になるもんね、もうね、あのこれはこれでやっぱり残るメニューじゃないですかね、だよね、ジャケットが素敵だったりね、そうそうそうですね、ジャケット良かったね、ジャケットにも本当に力を注ぎましたね、その時代、CD だともうさ、歌詞が見えないもんね、なんか、まあちっちゃいですよ、この枠がですね、ね、何しろ本当にそう思うよね、そっか、そうなんですね、評価としてね、 YouTube やなんかでダウンロードしてさ、音だけになっちゃってるものいっぱい入るけど寂しいよね、なんか、そうですね、うん、いや、デビューのアルバムが見つかったっていうのは何かのご縁で、あー、もう、さわおしながらでもちょっと負けさせていただいて、売ってる時よりか、いや、高いじゃないか、これなんですか、ツーマンゲーセンなんですけど、ツーマンいい線ぐらいですか、ね、か前さ、大竹一さんのさ、デビューの頃のさ、ロンバケとかね、視聴版が NHK で届けちゃう、あ、それ全部さ、あげちゃったりしたらさ、すごい値段がついてるのが、それを10万以上ついてた、売っちゃってる人がいるわけですね、なんかあげたとかそれで売ったかもしれないけど、大事にあの宝物として持ってるかもしれない、持ってるかもしれないけど、どうそうだよね。そうですね。あのデビューの時買っていただいて本当に綺麗にしてる、あの最近になって持ってきていただいて、それで採用させていただくことあるんですよ。それはそうだろうな。もう感動ですね。本当にそういう、うん、もうありがたいです。でもこれもあの綺麗な状態ですよね。うん、保たれてるね。見本品って書いてないですよね。そうだ、最近持ってこないもんな。今は本当にあのさっきポスターもそうですし、聴いていただいた曲もそうですけど、ロックなテイストのアルバムなんですよね、これは。そうですね、あのライブ、スタジオライブレコーディングなので、うん、コンサートでやってる音をそのまま、うん、まあスタジオでいい状態で撮ったということなので、うん、まあこれを聴いていただいて、あ、はい、ノン打ち込みでね、せーので、そう基本ですけどね。基本です。お、これはシャドーボクサーという曲です。はい。明日ライブが。そうです。明日ライブですね。告知をちょっとしましょう。バレンタインズスペシャルですね。そうだ、バレンタインデーだ。そうなんですよ、2本あるんですよ、はい、明日はですね、
これは原宿のラドンナというところなんですが、有名なところですね。はい、綺麗なところ、19時からと20時40分、21時15分からあの2ステージあるんですけども、はい、あの2ステージの方はちょっとミニライブとパーティーみたいな、そういう趣向なんですけども、ファーストステージの方はもう普通にライブありまして、うち あの長男がゲストプレイヤーで出るんですよ、あの同じミュージシャンで、はい、ミュージシャンとやってます。こんな感じ。いや、あの、それはもうね、あのそれは僕ですよ。26って言ったっけぐらいじゃなかったっけ。いや、もう30。あ、そうなんです、3。じゃあ次男坊か。ですか。はい、もうあの孫もいますので、じじいです、正真正銘のじじいです。はい、そしてもう一つ、あのバレンタインライブと呼べるんだと思うんですよ。これはあのジェネレーションという、あの僕以外、僕はギターとキーボードをスイッチしてやるんですが、あのドラムが川野直樹というね、役者兼ドラマーで、すごいいい若いミュージシャンがいまして、あとヘビ石君というベーシストがいましてね、あの、まあ、3人のユニットでやるんです。これ大阪なんです、2月の15日なんですけどもね、あのやります。まあ、あのバンドスタイルので、これはまた盛り上がるので、ぜひいらしていただきたいですが、まあ、その後もちょっといろいろ続くんですけども、ぜひ、はい、ホームページチェックしていただけるとですね、はい、あとやっぱ今年は僕は本当にね、とことん日本国内を回ろうと思ってます。海外ももちろんやるんですけど、うん、国内、47都道府県全部くまなく行かせてもらおうかなと思ってまして、じゃあどっか行ったら一回ここで休みに何か発表して、また行くってどうだろうね。わかりました。本当に、本当に、まあ全国に届くからね。ねえ、お願いします。ぜひ本当に本気で先ほどの活動を、ね、応援させていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。本当にやっぱり普通の方のお力添えがない限りありえないんですよ、ね、本当にここまでちゃんとポリティックスな感じのイメージやってる人は彼ぐらい、まあ曲の中じゃ佐野元春くんなんかも曲の中やったり、チャーなんかもあるけどね、まあ、こんだけ完璧にちゃんとやってるのは彼ぐらいじゃないかな。いや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 、もうね、でも本当世界中が自己主義の方向に全部向かっちゃってるんでね、でもやっぱり今問いかけられてますよね、うん、あのあなたどっちの扉を開くんですかって言われてるのものじゃないですか。そっちの自分だけ良ければいい方向か、人のためになんか調和を目指せる優しさの方向のドアを開けるのか、やっぱり必ずでみんなでこうやって一票一票ね重なっていけば、それ必ず動き出しますもんね。なんかそれをね、あの一つのアイディアですが、もっと肉付けしてってなんかトライしたいんですね。あの情報は増えたけど価値観がお金によりすぎてって、それなんですよ。いや、全くなんですよ、ね、そこがね、やっぱり心の喜びってね、美味しいもの食ったりっていうだけで、高いもの買ったりっていうだけじゃないからね、好きなことやってるのが楽しいけど、ね、喜び自体の価値観が本当に本物見せてやるって感じですね。そうですね、あまりにもやっぱりお金という尺度にみんな乗っかっちゃってるんで、あとちょっとバーチャルが進みすぎだね。あ、それも怖いですね。みんなその感じになっちゃってるから、ほら止まらなくなっちゃった。第2弾をね、第3弾をね、そうですよ、そのバーチャルはちょっと重要な問題なんですよ、本当にね。でもいっぱいあるよね、いいことね。あります、あります。もう本当やっぱりスマートフォンだったり、あのヘッドセットだったりね、イヤホンだったり、そこでやっぱり個人主義になりまくっちゃってるじゃないですか。それをやっぱり電車乗ったりしてるときにたくさん見かけますよね。だってレコードだったらみんなで聴けますもんね。うん、だからね、そういうね、若い人たちにそういうのが多く見受けられるんですよ。でも今日なんかもさ、来るときとかさ、スポーツ新聞読んでんの俺くらい、で本読んでんの俺くらい、みんなスマホですよね。なんだそう。だけど入り口に立ってて足を引っ込めてもくれないような人たちがいるわけですよ。だけど自分の世界ですよ、それはね。そうだ、ゲームのこれだと健康学校、健康足引っ込むじゃん。本当にやっぱり人と人で生活してるんだっていうことが分かってほしいんですけど、時間なくなりましたね。気がついていただきました。よかった。
ではあの第2回スライスさんからねお約束していただいたので皆さん寒い中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ご苦労様でした。皆さん嬉しかったね。ねえ、はい、真嗣さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもみんなで応援したいと思います。頑張りましょう皆さん。ありがとうございました。いやあ、終わらないかと思った。始末、初始末書かと思った。さあ、お別れの時間ですね。お楽しみいただけましたでしょうか。週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしております。デリシャスなラジオ月9はクリスタル。次の番組はハッピートゥナイト、ミキナさんと、かなみさんがお届けいたします。はい。では2018年クリスタルのキーワードは未来につなぐ。あなたの今の言葉、行動は未来につなげるものですか。合言葉いきます。お互い様にありがとうです。合言葉はお互い様にありがとう。最後までありがとうございました。ありがとうございました。